カメラの素晴らしさは、いつでもどこでも多くの興味深い物事や瞬間を撮影し、共有できることだ。例えば、監視カメラで撮影していなければ、おそらく羊の群れが旋回しているのを見ることはなかっただろう。携帯電話での記録が間に合わなかったら、雪を積んだ川が山をゆっくりと流れていく様子を見ることはできなかったかもしれません。また、上空から撮影するドローンカメラがなかったら、荒涼とした野生のスケルトンコーストに20万頭のアザラシが集まっていることを知る可能性はさらに低くなるだろう。このビデオでは、カメラに収められた10枚の驚くべき映像を紹介する。新しい視聴者は、素晴らしいビデオを見逃さないように、私のチャンネルに登録することを忘れないでください。トップ10、誤った好奇心。何事にも好奇心を持ち、熱心に取り組むのは良いことですが、その好奇心が見境なく、場面に関係なく行われると、重大な結果をもたらします。2020年1月の監視ビデオには、中国山西省古県の橋の上で、身元不明の男が突然橋の横の柱を蹴っておる様子が映っていた。ただし、橋の横の柱はすべて鉄の鎖でつながれています。そのため、この柱が橋から落ちたとき、すぐに連鎖反応が始まりました。連結された215本のコンクリート柱がドミノ倒しのように水中に落ちた。男は、自分の一瞬の好奇心がこのような結果を招くとは明らかに予想していなかった。彼はこれらの柱が破壊されるのを衝撃的に見つめ、その後、人々が見守る中、静かにその場から逃げた。当局者らは警察に事件を通報したと述べたが、破壊者が逮捕されたかどうかは不明だ。トップ9、ぐるぐる回る羊。2022年11月初旬、内モンゴル自治区宝東市の農場で撮影された動画がオンラインですぐに人気になりました。密集したトナカイが円を描いて回る光景はすでに見たことがあるかもしれないが、羊が整然と円を描いて歩くのは、まさに人々が初めて目にする奇妙な光景です。動画では、数百頭の羊が整然とほぼ完璧な円を描いてから一方向に歩き出し、それを12日間ずっと続けている。農場主のミャオさんによると、農場には34の柵があるが、そのような奇妙な行動を示したのは13番の柵の羊だけだったという。しかし、この羊たちはみんな健康で、何の異常もないようです。彼女は、最初は数頭の羊だけが円を描くように歩き始めたが、この行動がある種の不思議な連鎖反応を引き起こし、すぐに他の羊も一緒になって歩き始めたと回想している。この群れの行動は、ステリア症によって引き起こされているのではないかという憶測もある。リステリア症は、動物が道を見失い、あてもなく旋回し始めることがある病気である。しかし、イギリスの農業専門家マット・ベル氏は、羊が囲いの中で長い時間を過ごした結果、何らかのフラストレーションが溜まったのではないかと考えている。同時に、柵の中のスペースは限られているため、羊たちは時間を過ごしたり、感情を発散したりするために、このような旋回行動を繰り返します。さらに、羊の社会的行動は群れの心理に支配されることが多いと指摘した。数頭の羊が特定の行動を示し始めると、他の羊も真似して参加することがよくあります。様々な憶測や説明にもかかわらず、この羊の旋回行動の背後にある秘密を真に解明することはまだ誰もできていません。トップ8、道路上の滝。ダムが洪水を解放するためにゲートを開く壮観なシーンを数多く見たことがあるかもしれませんが、ペルーのチャグラダムほど驚くべきシーンは見たことがありません。ペルーのワヌコ地方のワヤガ川に建設されたこの水力発電ダムは、遠くから見ると道路にある見事な滝のように見えます。巨大な水流が山から傾きながら地面を激しく打ち、その水しぶきが白い煙となって空中に舞い上がる。車でそこに向かって進み続けると、次の瞬間には自分がこの水流の真ん中にいるかのような錯覚に陥る。しかし、カメラが近づくにつれ、道路の横に谷があることがはっきりとわかる。地面に叩きそうな水が、実はここを流れているのです。トップ7、意外な犯人。犬が車を運転できることは飼い主にとって大きな誇りだが、
時には自分の犬がそれほど賢くなければいいのにと思うかもしれません。2021年9月10日、カナダのマニトバ州ウィニペグに住むマロリー・コメットさんは、夫と用事があって愛犬タイタンを家に残して出かけた。しかし、彼女が家に戻ると、庭にあったゴルフカートが隣に駐車していた車に衝突し、車が損傷していることに気づきました。その時、マロリーが最初に思ったのは、誰かが家に侵入したのではないかということでした。しかし監視カメラの映像を確認すると、思いがけない犯人が映っていた。監視カメラのビデオには、タイタンがゆっくりとゴルフカートに近づき、座席に登る様子が映っている。しかし、その巨大な体に収まるのは難しそうです。そのため、タイタンは快適な位置を見つけようとして、狭い座席の中で身をよじりました。その時、彼は誤ってアクセルを踏んだゴルフカートが動き始め、芝生の上を螺旋を描いて横切り、マロリーの車に衝突した。幸いなことにタイタンには怪我はなく、車も軽微な損傷を受けただけだった。トップ6、木の滝。噴水になる木を見たことがあるだろうか。モンテネグロ共和国南東部のディノ社にそんな木がある。大雨が降ると、この木は噴水のようになり、幹の中心から水が湧き出る。幹に大量の水を蓄えるパンの木のような特殊な木なのかと思う人も多いだろう。しかし実際には、この木は珍しい外来種ではなく、人生の波乱を生き抜いてきた桑の老木であり、樹齢はすでに100年から150年にも達している。地元の人によると、この桑の老木は最初から水を噴射する能力を持っていたわけではなく、ここ30年ほどで出現するようになったのだという。ここの現象の理由については、様々な意見があります。しかし、一部の学者は広範な調査と研究の結果、この古い桑の木の幹が長い間、時の洗礼を受けて空洞になっていたことを発見しました。さらに、それは地下の流れの上にあります。秋と春の梅雨時には、周囲の地下湧水が増水します。この時、空洞になった木の幹が地下水の自然の圧力逃がし弁となり、溢れた地下水を吸い上げ、やがて幹から湧き出し、独特の自然景観を形成します。ただし、この現象は通常、雨季には4日以上続きません。したがって、この魔法のような桑の古木が水を吹き上げる壮観な光景を目撃したい場合は、大雨の後に行くことを選択する必要があります。トップ5、アザラシの最大のグループ。おそらく多くの人は、アフリカのナミビアにあるスケルトンコーストについて聞いたことがあるでしょう。この地域に対する人々の最も直感的な感情は、荒廃、野生、神秘です。しかし、この広大な土地には世界最大のアザラシ繁殖地であるケープクロスアザラシ保護区も隠れていることはほとんどの人が知りません。ケープクロスは、ナミビア西部のスケルトンコーストの南大西洋に位置する寂しい岬です。1486年、ディエゴ・カオという名前のポルトガルの航海者兼探検家が、遠征の記念としてこの荒れ果てた土地に石の十字架を建てました。しかし、何年も経ってこの場所が20万頭以上のアザラシの生息地になるとは予想していなかったかもしれません。アザラシは、ベンゲラ海流の栄養豊富な海水がもたらす絶好の漁条件のおかげで、アザラシは1年中岩の海岸線に集まります。ケープクロスシール保護区では、岩の多い海岸線でくつろいだり、日光浴をしたり、遊んだりするアザラシを見ることができる。彼らのシルエットは荒れ狂う波に隠れ、周囲の自然の風景に溶け込んでいる。岩に打ち寄せる波の音とアザラシの鳴き声が絡み合い、まるで自然のシンフォニーのようで、魅了されることだろう。トップ4、踊る波。夏の暑い日、浜辺に寝そべって波の音を聞くのは最高のリラックス方法だ。巨大な波が潮風の伴奏で踊るのをまた見ることができたら、さらに美しい喜びだっただろう。そのため、この素晴らしい瞬間をあらゆる角度から写真に収めようと、携帯電話を2台持ち出す欲張りな人もいるほどだ。トップ3、皆既日食。皆既日食の話は聞いたことがあっても、このユニークな光景を目の当たりにできた人は少ないだろう。しかし、4月8日、北米のある乗客が幸運にも飛行機からその光景を見ることができた。彼が撮影したビデオによると、
映像は雲の上に太陽の光が輝くところから始まった。その後、ガツが徐々に太陽と一直線に並ぶと、すべての太陽光がほぼ遮られる。空は徐々に暗くなり、月は光を失った。学んだことによると、皆既日食は南太平洋上で始まり、メキシコ上空を通過した後、テキサス州からメイン州までのアメリカ中3州の真上をかすめ、最後にカナダの大西洋岸を横切ったとされている。アメリカでは2017年以来の皆既日食だった。その結果、この見事な天文スペクタクルは北米全土に熱狂を巻き起こし、数千万人のライブ観衆を魅了しただけでなく、動画は公開後すぐにインターネット上で拡散し、再生回数はなんと1480万回に達した。トップ2、雪の川。地震と同様、雪崩も人々が経験したくない自然災害の一つです。雪崩が発生すると、通常、山の雪は重力によって山の高さから山の斜面を毎秒20から30メートルのスピードで落ち続け、雪が落ち続けるにつれてそのスピードは急上昇する。だから、白い川がゆっくりと流れ落ちているのを見ても、それが雪崩だとは決して思わないだろう。そんな光景が3月31日、トルコのシュルナク県ウルドレ地方で起こった。天候が暖かくなるにつれて、この地域の山の雪が斜面を滑り落ちたのだ。私たちが記憶している雪崩とは異なり、この雪崩は非常にゆっくりとしたもので、山を流れる白い泡の川のようだった。このような光景を初めて目にした近隣の村人たちも、ただ目新しいと思っただけで、雪崩に直面する恐怖を少しも感じていなかった。ただし、この雪崩はゆっくり滑るが、途中で木や岩を巻き上げ、より大きな雪砂岩を作り出す。一旦ブロック状の雪崩に巻き込まれれば、乾いた雪崩に遭遇した時ほど幸運なことはない。しかも、雪崩は止まるとすぐに固まってしまうので、救助活動が一層困難になることが多い。したがって、一瞬の好奇心でその危険性を見過ごしてはならない。トップ1、怪物ビル。トランスフォーマー4を見たことがある人なら、香港の密集した高層ビルの隣で主人公、トランスフォーマー、悪役たちが追いかけて戦うシーンを覚えているはずだ。その印象的な建物は、中国香港の採石湾エリアにあり、そのエリアにある住宅複合施設です。この複合施設は、名前の異なる5棟の建物が連なり、上から見るといいの字の形をしている。複合施設全体の高さは146メートル、合計50階建て、長方形で、倉庫数は2243個あります。住宅間の距離はわずか約10メートルです。その巨大な外観が栄光ロードに佇む怪物のように見えるため、住民からは怪物ビルと呼ばれている。密集した高層ビルに囲まれたビルの中心に立つと、密度と窮屈さを最も体感できる。見上げればまだ空の一部が見えるという事実がなければ、巨大な監獄の中にいるようなものだ。それでも、ここには1万人以上の住民が住んでおり、これは多くの国の一都市の人口に相当します。このように人口が密集した高層ビルは人々に衝撃的で神秘的な感覚を与えますが、密集した蜂の巣のような窓は常に人々に憂鬱で不快な気分を与えます。ここに住んでいる人たちはどうやってそれを乗り越えているのだろうか。以上がこの動画の全内容です。このビデオが気に入ったら、コメントしてチャンネル登録することを忘れないでください。ご視聴